皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画をご覧くださりありがとうございます。私は近所の用水路来ております。上流から桜の花びらが流れてきており、花いかだを作っております。花びらが川も一面に浮かんでおり、とても綺麗ですね。ちょっとだけ残念なのがゴミが混ざっていて、花いかだを興ざめさせてしまっております。どんなに素晴らしいものでも、一つだけでもノイズがあると魅力が損なわれてしまう。人間心理というものは完璧を好むものであり、何かノイズがありますとその価値というのを著しく下げてしまいます。だから私たちもメッセージを伝えるときには、洗練されたもの、余計なものというものは一切入れないということをデザインしていきます。これは入れた方がいいんじゃないかというもの、これは入れないです。相手がこれによって確実に価値を感じるかどうかというものを事前に入念に検討して、それに耐えうるものだけにしておきます。そうでなければ、相手にとってこれさえなければすごく良かったのにというふうな残念な結果を導いてしまいます。今日の話はここまでにいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。